そうでしょ、私たちの見てる画面でもいっぱいまで広がりましたね。おお、下から、はい、そして下の方から今カラフルな、カラフルな花火が続々と上がっています。一気に明るくなりましたね。そして中ほどに花火が一気に上がり、足元からは大粒の花火が上がっています。はい、また中ほどに緑、青、黄金色、ゴールドも綺麗ですね。先の花火を問いわんばかりに上がっております。いや、これほど上がると会場の周辺も明るくなるんですね。そうですね、夜を忘れるほどの明るさになりますよ。はい、一瞬河川敷の橋も見えたぐらいなんですね。はい、プログラムはフィナーレということで、はいはい、続々と花火が上がっています。皆さんと最後までしっかりと楽しんでいきたいと思います。はい、さあ、プログラム最後の、花火に近づいてまいりました。いや、すいません、ありがとうございます。明るいです。明るいに上がっております。どうだどうだ、まだぐるぐるぐる、なんと色鮮やか。おー、思いっすね、すーちゃん、私の声が出るぐらい素晴らしさですが、絶対デートで出しちゃいけない声です。そうなの、気をつけないとね。出ちゃう、出ちゃうのよ。きっとデートでも出ちゃう、本当の迫力でございますね。あ、そんなつるちゃんの感じいいよと言われて、言ってくれ。素敵な、今日メールたくさんありましたから。あ、そうですね、はい、そうでした。おととし一緒に見た彼女が今妻ですとか、そういうメッセージもありました。そうですね、お子さんがね、聞いてるとか、本当にこちらもハッピーな気分をたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大きな大きな白い花火の間を今、赤や緑や黄色の花火が中央を飾っています。しましたね。そして足元からも下曲がってますよ。たくさんの花火が上がり、もう大変だ、もうどうか抑えればいいんだという、いろんなところから上がってるよ。おお、来るよ。青、まだまだ上がっています。高崎大花火大会、フィナーレになるよ、迎えております。楽しみましょう、最後のフィナーレ。ここはしっかりとね、はい、やっぱり今年の花火を目に焼き付けておきたいところですね。来年はみんなで集まって生の花火を見られるよ、はい、ね、そして日常が僕も早く戻ってきますよ、はい、願いを込めましょう。あ、そして今年は YouTube で全国から見ていただいてありがとうございます。本当に嬉しいです、ありがとうございます。花火がこれはまだまだ上がりますよ。これはあの会場付近だったり、あの今回だけじゃなくって、あの本当に近くで見るともう足元のところにね、こうあの落ちる、でちょっとこう草むらがじじっていうぐらいね、間近で見られることもあるので、花火で多くの皆さんがそんなふうに見られるといいですね。そうですね、その願いを込めて、はい、さあ、そしてしゴールドの花火が幾重にも重なっています。綺麗ですね。これがもう最後ですね。明日ゴールドラッシュ、皆さんに金メダルをあげます。といわんばかりに、はい、上がっております。金の花火がどんどん打ち上がっています。打ち上がってます。高いなと思ってもさらに高い花火が上がるんですね。はい、これはつけてください。さらにさらに、まだまだ続きます。
夏の思い出の一つ。そして光の量が多いんですよ。撮りました。